勝負の8月、そして来週にはカープとの直接対決も控えるというこの時期になって、さあ大竹にとっても譲れないこのマウンドが続きますが、強い打球は1、2塁間を抜けていきました。さあ先頭バッター原口が出塁しました。ノーアウトランナー1塁です。当然ですが堀内さん、初回の2点ですが、先ほど堀内さんがいやいや今日はある程度点は入りますよとおっしゃっていましたが、ね、両方ね、ピッチャーが慎重に投げているのか、あまり本来のコントロールではないですね。両投手とも